さあ、もう9月に入ってしまったというか、はい、なんかね、8月の末はもう台風だやれ雨だなんたらだで、あっという間に、過ぎて、ふっと気がつけば、あ、9月かっていう、藤本が今日来てくれてますけども、はい、ね、さんまさん一人でチャーハンとか作るっていうのを聞いて、はい、涙ぐんでいただきましたから。本当にです、もうやめてください。なんでやめてくださいね。俺もチャーハン作る、庄司なんかチャーハン作りすぎて検証になるよって言うの。やだやないね。いやでもね、やっぱりさんまさんなんかでも一人で全然生活できるから、そんなに寂しくないのよ、人が思うほど。いやでも嫌です、なんか。なんかね、わかるよ、その、思っていただけるのありがたいよ。ただ、一人上手には、他の人よりも長いから、一人が。そうですよね。一人上手。で、君、俺全くモテないみたいな。感じで、一人寂しく、かわいそうに思ってるますね。そんなことないや、ね、ちょっと結構派手には暮らしてんのよ、それで。でも、モテるのとは別に、なんかもうご飯とか、ちゃんと食べてって思う。いや、ご飯ってそんな、食は、全く興味ないから。あるわ。ないわ。それならもう常にちゃんと外食をするならしてほしいです。何食っとってもいいこと。もし一つきな粉があったらええねん、もう。そうですよね。もうそうやねん。それ以外何もいらない。ちゃんと食べてるし、それなりに、俺は言うとくけど、肉吸いっていうのは作れるからね。ああ、はいはい。お豆腐とお肉入った。あ、豆腐入れない。あ、入れないんだ。豆腐入れたら吸ってしまうから、ちょっと味が変わってしまうんで、牛肉と長ネギ。長ネギ。だけで、作る。昆布で出しとって出しとってカツオ、もうやだ、出しとってもらわないよ。もう誰か出しとってあげて。もう分かった、もうお前と住む、そうしたらお前の家に行く。本当にそれくらい切ないです。お正月とか特に切ないですよね。庄司痩せてしまうか。俺が毎日行ったら庄司痩せてしまうか。筋肉つかなくなる。そうですね。帰ってこなくなるみたいな。本当に。だから、そうして一人暮らしっていうのは大変で、この間、はい、実は、ソファーを洗う。あ、はいはいはい。吸うやつ。掃除機のやつ。水出して、はいはい、水出して、うんうん、それで吸うやつ、はい、がいいっていうので、はい、違うの、これはええやろ。これはいいと思う。誰かに頼んでくださいよ、もう。業者に頼んで。そんなもう、なんか、そんな姿見られたら、そうですよ。なんでやねん。業者それやってくれへんって。いや、逆にもう生配信してください。そんな、逆に惨めやわ、そんなもん。一緒に見届けますから。じゃあ、お前ら知らんやん、吸うて。お前持ってる家に。持ってないです。お前掃除、もうそううまいからやな。そう、存在はしてますけど、やってみたいんです、あれすごい。ただ、ああ、そうやろ。やりたいです。お前、驚くぐらいソファーって汚れてるぞ。へぇ、いいんだよ。もう笑う。こんな汚いとこ座ってたんだと思うぐらい、どうしてんのか知らないねんけど。そうなんだ。おで、俺はまあ、プラス、その、染み取りの、はい、やつがあって。シュッシュってかけるやつ。あれをかけといて。ほんで、まあ、なくなったんで、洗剤に切り替えて、アタックの、やつを、振って薄めにして。薄めて。で、シュッシュってやって、それで、ピューン、水出しながら吸うねんな、ブ、はい、ーって。もう、それは、もうね、ちょっとほんま、本人が引くぐらい、汚って茶色い水が出てくるんですよね。茶色い、そうそうそう、 CM とかでやってるよね。はい、はい、それで このどんどん面白い、夜中に面白くなって、はい、どんどんやったのよ。夜中に大体ちょっとワイン飲むとなんか、はい、片付けたくなる。ちょっと寝ろ寝ろ。いや本当に夜中するそれ作業ちゃいますよ、そんなもん。いや俺は夜中になってまうね。それさんまさん結婚中も、うん、そういうのやりたいタイプなんですか。あ、そう、それでまあ言ってたやん。それで夜中きな粉買いにくいって嫁さんが揉めた言ってるやん。今なの。そうそう、その発言が世間にきな粉好きっていうのが、そうか、大竹さんと結婚した話から、俺がきな粉好きってね、はいはい、世間に広まって行ったわけですから、はいはい、そうそう、昔からなんか一人で、そうなんですね、怒られるんですよ。庭があって、はい、そこの芝生を削り取って、はい、四季折々に咲く花を種植えたんですよ。もうハウステンボスじゃない。春はこっから、はい、秋が夏はこっ一年中どこかしら咲くっていう。夜中一人でザーッとやってて、ほんで土になってるから大竹さんが何してるわけ。いや、おい、四季折々な。この角は春や、この角は夏や、
こっから秋になってな、これ冬咲く花にしてん。なんで芝生あったじゃない。おお、じゃあまあまあ春まで待て。待てない、やだ。確かに茶色いですもんね。芝生植えてもいい。お前昨日朝まで俺やっててんどいう話、それもあるんですよ。いや、そんなことはどうでもいいな。そういうこと夜な夜なちょっとほろ酔いになると、うん、なんか片付けなくなったり吹いたり、はい、してしまうんですね。まあ、どんで雑巾開発、うん、今力注いでるんですか。どのタオルの雑巾が。そうそう、あのまあ時代的に我々は雑巾がないと落ち着かない世代なんで、はい、うん、あの今売っているね、なんか職人かたぎみたいな名前のやつとか、あります、ね、職人かたぎ、なんかあんねん、あのすごいいろいろ売ってるわ、はい、それをやったりとか、おそっからウルトラ、ハードとか、あ、ありますよ、あ、お前とかもウルトラハード、はいはいはい、あ、お前とこもそう。オレンジ色のやつとか。あ、いろいろある。はいはいはい、30秒で。あ、はい、あります。吹かずに流せるいうやつ。やってるんだ、掃除も自分で。それはもうそれはしゃあないやん。ほんで、前、プロの人に頼んでたんですけど、はい、うちの杉の事務所の友達で、なんか芝居やってて、仕事がないんで、掃除の、あれを始めたっていうやつ、ものすごい手抜きよるんですよ。うん、そっか。ほいで、俺のがうまいって分かって、今もう断ってるんですよ。うん、俺のが。違う人頼んでくださいよ。え、違う人。そうやね、今、だから、入江とこに頼む、あの、やっとるから、入江とこに頼もうかなと、最近は思ってるんですけども。うんうん、そうですよ、もう頼んでください。そうやね。でもな、自分でやる楽しみも奪われたくないなっていう。楽しいんだ。そういうことやってるから、もう、すごいぞ、お前、吸うやつ、その。それはちょっと気になります。やりたいよね。うん、あ、洗剤の方がええかも分からへんね。はい、その染み抜きはね、一ところには強烈やから、ただちょっとムラができてしまうから強いと、あ、だから、優しいやつ、部屋干し用のアタックを薄めて薄めて俺なんてバカにして笑ってんのお前はな、あ、研究してるなと思って、もううわうわいうの何回も水入れ替えて何回もいろんなとこやったのよ。だってあれ強すぎたら泡がすごい出てきちゃいますよね。そうそう、それをね、あの、先っぽを変えて、はい、クッと押し付けたらピュワー吸うから泡ごと吸ってくれるんですか。その通り。ごめんと当たっちゃった。ほいでこれはええわーと思って、もうものすごく綺麗になるんですよ。で、まあ、やりたい、あっと思ったのは、はい、乾くまで待たなかった。ああ、座れないんですね。座れない。もう寝てください。そして寝れないんだけど、気になる。あのベッドの脇もやってしまったから、ベッドの脇のところ、あのうちはそれ、はい、あの布地なんですよね、はいはい、ベッドが、はい、そこもやってしまってああで、この湿気多い時にやってしまったから。ああ、確かに乾きづらい。なかなか乾かない。まだもう2日経ちましたけど、まだ椅子には座れない。生乾き臭みたいのしないですか。あ、逆にね、確かに。今部屋干し用アタック。だから部屋干し用なんだ。うん、それとあのドライにしてるよ、ずっとちょっときつめの、はいはいはい、でね、そうそう、エアコンをドライにして、乾かすようにして、まあ今日今この収録終わったら座れると思うんですよ。余裕二日越しに。うん、であのビニール生地の短パンがあるんで、はい、どうでもいい。そんなもん。座らなくていいですよ、もうじゃあ。どんな生地であろうがどうでもいい、そんなもん。パッと履いてるのと一緒だ。問題はちゃうね。みんな。なこうお掃除は楽しいよとか、片付けはとかいろ、うんうん、それを、ね、ミキティはうまいっていうので、うん、好きです好きです掃除は。お前あれすごいよな、カバンの後ろにあの掃除機のヘッドを、はい、美容師さんがカチンってハサミとか入れるようなやつの掃除バージョンがあるの。こいつがそれにひらめいてやっとんだけど、うん、ヘッドを、はい、部屋掃除してヘッドを変えていっきょんね、うん、掃除しながら、買ったのよ。そう、もうそれをメイクさんの、はい、ベルトにして、うんうんうん、顎入れてるのはこいつすごいなと思って俺。そうなの。雑巾とかもそこ一つだけビニール素材になってて、雑巾とか濡れてるものも入るようになってるんですよ、うん、あれ。あのメイクさんのベルトのやつは。メイクさんというか掃除用のベルトなので。あれは掃除用のベルト売ってんの？そうです。それをもう探して、すっごい探して見つけたんですよ。あれ売ってんのか。そうです。
私じゃあもうなんか作ります。いやいや買うわ、探して。いろんなもん入れますやんね。まあいろんなもん入れれますもんね。うん、そうですそうです。そういうカバン、要するにいろんなもん入れるやつでしょ。だからあの掃除用具、あ、掃除用具で。掃除用具です。それは入れる。俺何入れてあること。いろんなもんなんかこう入れそうですやんか。うん、雰囲気で。鼻毛カットのやつとか。鼻毛カットとか。鼻毛カット？はい。あれはあのいる、あれはもうこっちのカバン。これそこに毎日の。見るわけじゃないの。毛薄いからさんまさん。分かってるわ。炭鉱で仕事しとんちゃうねんから。ある程度綺麗なあのスタジオで仕事してんねんからそんなに毛入れへん。俺おとついやったばっかりや。見たことないさんまさんの鼻毛出てるの。でかいですよね。あ、鼻でかい。いや鼻の鼻。鼻が高いからじゃないですか多分。え何が。でかい、でかくない、うん、あの一緒やろお前と。いや鼻の穴でかくないですか。でかくないやろ、俺普通やろ。高いからこう、うん、高さがあるってことです。えお前もだ、俺ちっちゃいな。ちっちゃいですよ、うん、僕。お前なんでや、うん、僕小指とかあんな入れへんから。嘘や、ほんま。俺は人差し指や、もう入ってるやん、これで。今日はたまたま入って普段入らないですからね。何それ、何それほんまに。たまたま今日は入るって。じゃあほんまにちゃんと会話しよう、そんなね。人が真面目な話してる時はね、真面目に聞かなあかん、うん、そういうね。だから情報は情報、笑いは笑いってわけなきゃ NHK 出れないよ。出れるか、どんな情報を取っても出れるか NHK。 頑張れ、出れるやろお前。お前諦めがちやわな。いや、あの一般のところでええわ、NHK 出なくても。だってお前タイガー出て、俺はタイガー、俺も一回出たか、ゲスト出演した神田さん。朝ドラとかね、出してもらいましたから。あ、朝ドラも、あ、そうか。俺朝ドラやってんでな、一応。そうですよね。身を尽くして。はい、お前はなんか兵隊さんの役なんかやったか。違いますよ。僕はあの、いろいろとあの、奈良の、飛鳥村 の, あのドラマとか、竹内結子ちゃん の, あの初めてのデビュー作とか。あ、何回か大河ドラマ出てんの、それ。あの、いや、朝ドラです。あ、少女朝ドラ。朝ドラ。大河は、大河はあの、あの、トシエと松で出てるの。すごい出てるんだ。それ何役やった。それはあの、なんかあの、結構いい長ゼリフもらっとったんですけど、前が押してるから言って、あの、おにぎり食べてくださいって、それだけやった。セリフ覚えていて、って女性のプロデューサーやと思います。そんなことあるんだ。あなた、あら、多いよ。そうか、セリフもうむっちゃ覚えていて、時代劇難しいやん。そうですね、走り込んでいて、それでなんかずっとこうメイクいろいろしてもらってる時にプロデューサー来て、あの、すいませんって、あ、はいって、あの、セリフというか、あそこ全てちょっとあの前が押しました、前が押してる、カットで、言うて、おにぎり食べとってください。何やねんそれって、おにぎり食べとってください、おにぎり食べとって、すごい。でもオッケーってな、はい、オッケー出ました。それはよくあることやからな。以後、大河とか出たことないの。ないです、ないです。もうそろそろ出れるんちゃいますか。じゃあ、こんだけ女優をやってたら、いやいやいや、見に来てる人もおるやろうし。舞台がメインでやってるので。あ、イグは舞台をメインにしたいのか、逆に。舞台好きです、はい。あ、そうかそうか、うん、そういうあの女優さんで、王道行くつもりじゃないのか。うん、映像も機会があればって思うけど、今舞台楽しくてやってるから、うんうん、なるほど。そう、舞台好きになってから映像はやってないですね、まだ。あ、そうかそうか、うん、藤本もやってるよ、かなり。私、まあ、水戸黄門とかは出させて。お前水戸黄門出てんの。はい、出ました。なんか羨ましい。はい、あんみつ姫役で出ました。出ましたよ、すごい嬉しかったです。じゃあな、はい、あの、田舎の人な、お父さんお母さん、そう、おばあちゃん高校ですよ。あんた水戸黄門出たのかって。そうです、そうです、もう感動ですよ、嬉しかったです。はあ、うちのおじいちゃんは、まあ、ああいうの出てほしかったんですけど、後半はもう出てると思い込んで、遠山金四郎の役もお前よかったな、言って、誰と間違ってんのか、多分杉良太郎さんやと思うんだけど、まあ、あれ出とったな、あれ、あれうまいな、あれ、とか言って。って言ってること、まあ、部屋に貼ってる俺のポスターに入ってこいって言ったら、窓から俺がずっと笑って見てると思って、入ってこいって、もう、
親父のことは 俺が何とかする入ってこいとか、なんかわけのわからんことになってた時に、俺が富山錦糸町に出てることになって、亡くなってらっしゃるんで、だから、あのおじいちゃん高校はできてるんです。富山錦糸町の主役をやってると思ってるから。見てると思ってる。見てると思ってる。そう、MBS ヤングタウン赤嶋さんまです。勝利です。飯窪春菜です。藤本美貴です。全略のコーナーイエイというわけで、今日は、4ヶ月ぶりで、藤本が、はい、来てくれております。はい、藤本もまあこう年齢がいつもこうカッコしてくれて37歳。でも我々からするとまだ37かっていう感じやよね。ちょっと芸能生活もう20年。20年です。ちょうど20周年です。あ、なんかやらない、イベント。やるんです。10月の8日に私、あ、来てくれます新宿でやります。え、何やんのそこで。歌、ライブやります。あ、ライブやるの。そうなんですよ。あ、そうかそうかそうか。ははあ、こう書いて、それがそれでした。三鷹高水さん、はい、全力の皆さんこんばんは。藤本美貴さんのデビュー20周年記念ライブが、はい、10月8日に新宿で行われます。はい、なんと、ゲストとして後藤真希さん、はい、そして我らが飯窪春菜ちゃん、はい、おめでとう。そうなんです、そうなんです。このお知らせには飯窪さん自身も驚きの様子でしたが、現役当時から付き合いのある藤本さんと後藤さんの間で、どんな形で飯窪さんが加わり、どんなステージになるのか非常に楽しみです。今回のライブに向けた藤本さんの思いや意気込み、そして久しぶりの歌披露となる飯窪さんの意気込み、はい、ぜひ聞かせてくださいということで。あ、そう、飯窪歌を歌うの。はい、出演させていただくんですけど、はい、あのモーニング、お前と戦時中みたいなのかかった。ちょっと待ってくださいよ今のなんかなんかお腹ピーピーやねお腹ピチピチやねん兄ちゃん、お腹ピチピチやねんこれがこれが藤本うまいんですよ。すごーい、初めて聞きました。このお箱なんなんですかね。ホタルの墓、はい、ありましたね、その週。あ、こういうのまた流行ってんの。いや、わかんないです。白シャツでね。で、うん、昔のな、要するに戦後、あ、確かに戦後すぐこういうの皆さん着てらっしゃったやん。そうかそうか。ファッションでやっぱりこう、はい、いろいろ行ったり来たりするからな。ま、ね、またこんなのが流行ってるんだ、うんうん、で、どうぞ歌を。はい、モーニング娘。卒業してから初めてライブに出るので、だからしばらくこの 3,4 年歌もダンスもしてなかったから、そうか、どうなるんだろうってちょっと今。だから藤本、の曲とか一緒に歌うのかも。モーニングの曲か。まだ全然決まってないんです。うん、なんでこれから一緒に。10月やろ。そうです。まだ決まってないの。決まってないの。あと一月やと、お前。でも、はい、なんか私、後藤さんが出られるっていうので、うん、マネージャーさんにもうすごすぎるから私いいんじゃないですかって言ったら、後藤と藤本ってな、はい、もう私見ていたい、強すぎるよな、そう圧が。そうなんです、ね、で藤本のメインやろこのライブ。何すんの。でそういう歌を歌いながらそうです、ね、イベントで自分のソロ曲とか、うん、ケツでピスタチオ割ったりとかするのか。それは私じゃないです。ケツ以前せいくるみですよ。ピスタチオすぐ割れますから。くるみ硬いやろ痛いんですよあれ。私、飯窪ちゃんと私現役では被ってないので、うん、すごい嬉しいです。そうかそうか。だからもうこうごまきとな、はい、右手やから、うん、ちょっとお前らにとってはすごいメンバーです。見るのが楽しみで、なんかマネージャーさんが気を使わせてか分かんないんですけど、うん、あ、安心してください、後藤さんとは多分一緒に歌わないようにさせますって言ってて、おあ、別で。そうなんだ。なんで後藤と別に歌うのは怖いの。いや、なんかその見ていたい気持ちもあるけど、もう恐れ多いというか、一緒に歌わせていただくのが。そうか。ああ、はい、そういうやっぱり気遣いがあるんだ。いやーもう、ね、ファンでしたからね。そやよね、うん、でも 逆にせっかくやからな、歌った方が、うん、そうそう、ね、憧れの人と、うん、はい、おー歌うってよ。いや、見ていたいですね。じゃあ俺もこの間ラブラブ愛してるでね、はいはい、憧れの吉田拓郎さん、うん、と、うん、初めオファー来た時は一緒に歌えると思ったら、うん、いや歌は結構ですって言われて。あれ
歌わないでください言われちゃいました。ダメでした。例のあの鼻歌ね、同じ歌詞を歌うやつ全然前進めへんやつマーチングバンドなら後ろがバタバタ倒れるやつ足踏み曲そっから進まないっていう。おーああそうかそうか、うん、そういう緊張しながら、うん、でトークもあって、うん、そうですねトークしたりとかします、うん、はあだからミディティソロ曲で何曲持ってるの。ソロ曲1枚アルバムがあるので。ミディティアルバム1枚出してんの。そうなんです。アルバムまで出してソロコンサート回って、うん、紅白出てモーニングに入ってるので。嘘やん。そうなんです、うん。え、お前紅白行ってんのソロで。私ソロで、はい、トップバッターで。お前なんかあの美脚戦隊あれも出てます。ギャムギャムか、はい、あややと一緒に美脚戦隊戦隊じゃ戦ってはいないですけど美脚戦隊スレンダーとんねんそんななんか、うん、あんねんそれプラチナあるんですか、うん、美脚戦隊俺らそれコントでやったことあるんで、うん、右足上げて左足上げて両足上げたら立てないよって可愛いですよロシア民謡いい曲ロシア民謡のコックで、はい、俺なんかコントでやってるって言ったらプラチナムの社員が、うん、おーって倉庫から CD 出してきた。俺コントテレビでやったわけやないねんからそういう美脚戦隊スレンダー、はい、っていうのもう、やったことあるな、うんうん、そうかお前すごいなソロで紅白行ってんのか、うん、出てるんですよ私。はい、そっから、そのガムギャムギャムギャムになって、あそっからモーニング娘。になって、うん、最後がギャムも一緒にやってる感じ。あ、そうか。モーニング娘。と。もうすぐ短かったんだ。そうです。ギャムは本当1年間の、それもアルバムまで出して、で、コンサートやって、ギャムのコンサートが私最後でした。はぇー、うんうん、松浦と？そうです。やってたのか。はい。はぁー、すごいなぁ。はい。それはもう、庄司の嫁にはもったいないね。すごい。あんなぁなぁ。はい。ケツで、くるみは。はい、そうなんですよ。えらいなお前。駐車場で私も並べますから、くるみ。えらい、お前。本当に、はい、あそこ普通そこはちょっとな天狗になったり、いやいやいや、あのなんか自分の人生を間違って捉えたりする人もいっぱいいるやんか。はい、その中でお前ちゃんと、はい、くるみ冷静にくるみ割りおっさんと、はい、くるみ割りおっさん、はい、優しい人楽しく、はい、楽しく暮らしてる3人の子供に恵まれ、そうですそうですよ。いや本当にそうやよな。はい、そういうことになってすごいな。うん、10月の何日？8です。8日。8日。はい、新宿でっていうことですよね。ぜひぜひ、はい、こちらいただきました。初めの一歩。全力やのみなこんばんは。こんばんは。飯久保さんのお見合いが気になる今日この頃です。先週の放送は日華さんとひろみさんの息子のどっちの親を選ぶか、うん、飯久保さんはとても困惑気味でした。うん、さて結婚といえば特に。時には喧嘩して旦那が死んだふりをされますが、基本的に仲睦まじしい夫婦の藤本さん、そして誰もが認めるいつまでもラブ度 100% 超えの高橋愛ちゃん、どうも芸人さんとモーニング娘。と相性は結構いいのではないでしょうか。あ、そうかそうか、吉本の芸人と2人も結婚してるのもね、もう娘から考えてみれば、相性はいいんじゃないでしょうか。そこで飯久保さん、振られた際にはさんまさんを含めて芸人さんも視野に入れてみるのはいかがでしょうかっていう。日華とひろみの子供、うん、小園くんと、うん、日華と争わしてますけども、はい、だ芸人、あ、お前お笑い好きやしな。お笑いは好きですね。うん、うん、でも見に行ったりしてたもんな、ね、昔。はい、はい、コロナ禍になる前は見に行ってました。あの時誰の声言った？え、誰のとかなかったです。え、誰かのファンやとか言ったら、若手の俺が名前知らないような。いやいや、私好きなのずんの飯尾さんとかです。ずん初めてやからずんの飯尾のファンって言ってる。いやいやいや、飯尾さん、はい、飯尾さん好きです。飯尾、まあ飯尾好きなのはすごい、うん、相変わらず面白いしな飯尾は、うん、まあ、あいつのね、いつもあのメール、ショートメール、はい、来るんですけども、うん、なもう、会う時には要するに、6月なら、うん、爆笑あじさい祭り今日参加させていただきますとか、季節を織り交ぜて、うん、季節を織り交ぜていつも挨拶してくれるんだけど、向こうのショートメールが来なくなって、うん、俺のショートメールは行くんですけど、うん、なんかの都合なのか何なのか
いや送りました、一応送りましたよ、ね、で、うん、いや来てないぞって言って、もう一回送ってみますって送れへんねん。ほいで、いや俺が送るからちょっとそこへリターンで返信をしたらいけるから、はいはい、ポンポンと押して送ったら、あ来ました、あそこで押したらええんって、うん、これ来ないんですよ、なんで、それが何ヶ月も続いて、はい、この頃音声になってるんです。それでいつもペコリ45度言うとる音声で聞きたい、そうそう聞きたい聞きたい、うん、忍法メガネ残しとか言ってる音声 で, 音声で見えるかほーって送るんですけども、あーいいよの不安で、クセやわ、芸人っていう体もあるよな、この幸せに。確かに、そうですね。楽しそうですよね。やっぱ楽しいね、楽しいですよ、楽しいですし、うん、なんか芸人さんもすごい縦社会というか、ちゃんとしてるから。あ、そうかそうか。うん。その辺は。どこに一緒に行ってももちろん恥ずかしいなんてことはないですし。うん。うん、そんなんかちゃんとしてますよね、芸人さんって。まあな、そういう挨拶とか、はい、そういうのはまあまあ叩き込まれるから、ちゃんとした人としてっていうところはちゃんとしてるので。あ、なるほど、はいはい、相手に対してちゃんと敬語で、はい、そうで敬語で喋れて敬語で突っ込めるっていう、はい、商売なんでな。そうです、どうや今芸人の若手で独身の、はい、確かに、誰も知らないです。じゃあ知らないで、あの好みの人や。好み、横山は四千頭身とか、いつも独身の芸人さん、うん、独身って誰がおるんやろね、中堅クラスで。俺とお前や。わあ、中堅ちゃう、お前老犬や。誰が老犬や、多すぎる、失礼な。いや失礼、私やもん、犬か俺は。いやもう私老犬って、いや、うわ俺とお前って言われても、いや、まあ、じゃない、いやもうちょっと30代とか言う、確かにね、30代40代ぐらいでしょ、独身の方います、何も言っても、え30代だったら独身、独身俺とお前や言うもう中堅ちゃうやん、何老犬なの、うわじゃあ、まあ一応、はい、俺も庄司も一応今シングルやからな、そうまあ松一やけどもやな、はいはい、じゃあ独身って、あそうか、少ないでしょマジで、少ないか、うん、この間、鬼越も結婚したしな、うん、そうですよね、酒井結婚したからな、うんうん、そうそう、それから凛太郎もこの間、あ、そうです、そうです、そっか、結婚、あ、そうか、発表してましたね、次は金近、俺や、金近、金近さんと、うん、まあちょっと女性恐怖症、へえ、そうなんですね、金近やっぱりなんかそういうなんか送りの仕事とかしてたみたいで、女性の嫌なところとかなんか見てしまってんのか何なのか、あんまり恋したくないみたいで、で家で閉じこもってゲームと小説書くのが金近は好きなんで、デートとかも邪魔くさいらしい、だから、紹介してもあかんかった、俺が女性を紹介しても、はい、あ、紹介してあげたんですね、一応したの、うんうん、したけども、あかん、なんかもう女の子がもうどうしていいか分かりませんとか言って、どんなんやって、もうやっぱり慣れてないデートにな、あ、なるほど、そっか、おお、だからもうそう気使うんだよ、逆に気使うって ね、しんどくなんねて、うん、そやね、難しい、だからデートトークって、はい、難しいやんか、確かに、へえ、いや、あの好きな人って、お前もデートトークうまいの、私デートそんな、やだ、いくぼちゃんのデートトークデートトークってどういうトークなの、じゃあ2人でいてて初めて会って、うん、とか、うん、あのデートしてるってトーク難しいと俺も思うんだけど、俺はうまい方やねん、デートトーク、あ、楽しそうですね、デートトークとか持ちネタあるからいっぱい、いっぱいある、ずっと喋っててくるんですよいや、逆もよ、金揃えてるからいろんな金揃えてる、うん、そうやね、やっぱり女の子はね、やっぱりある程度向こうから喋ってもらわないと、退屈しない、だからな、俺ドライブするタレント1位に選ばれてるんだ、男子な、うん、絶対楽しい、でも絶対寝られないですよね、ドライブ一緒にしても、まあ、もう寝たらあんた絶対寝られないから、怒られそう、遠出はできないよ、あの渋滞の時も寝よったらもう俺我が子でも腹立つじゃあ同じ、いや寝てもいいですよ、同じスケジュールでな、でも確かに、うん、子供らとか、ま、奥様の時、とか寝てないの、俺の方が、はいはいはい、一番、はい、なのに帰り、うん、軽井沢から大渋滞の中、はい、帰らなあかんで、はい、うんうん、
ほんで、初めは、スタートする時点では、お菓子食べ、歌歌ったり、とかしようとか言うて、はい、みんな眠いんだからとか言うて、もう30分経ったうちに、カーッカーって、腹立ったって腹立って、しっちゃしんどもうブレーキ、キッ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 って。普通やったら寝とってもええぞとか言うてあげますやん。寝とってもええぞって言うて、寝てもええねん。寝たらええと思う、何気づこてんねんって言うて、いやいや、そんなの運転してるのに、悪いじゃんとか、なれば俺も、いやいや、そうかとか、いや、寝てとかなんねん。それを、起きてよねとか、ボスかわいそうだしとか言うて、カーって塗ると、そのワンクッション必要なんですね、気遣いの方だね。あ、どっちか。まだとか、まだお前、あと2時間ぐらいかかるわ、確かに全然進んでないですもんね、渋滞で。全然進んでないのに、もうじゃとか言う。まだもう腹立ったら、例の鼻歌、進まんやつをずっと。マーチングバンド鼻歌。ずっと歌ってやったら、そら、もう寝られへんわね。さっき聞きたいから。さっきの歌詞。確かに気になって寝れない。うん、寝られへん。ずっと同じフレーズ、ちょっとだけ。4小節。ずっと。だからよく井上が言うの、くれないに染まるたですとか言う。ヒントくれるんですね。ヒントくれる。このれにわですとか。あれほんまの歌詞なんなの。くれないに染まったか。たです。このれをおか。このれを、くれないに染まるたです。この例に「お」ですってずっと注意してくれはる。でもそれ歌うちょっと前に欲しいですよね、間違えないように。何を？その「お」とか「た」を後じゃなくて。じゃあ鼻歌やからね。井上もやっぱちょっと機嫌よう歌ってはるなっていうか、アイス濃いの見ながらね「触れないに染まる」「た」です「この例に」で「わ」です「お」ですとか言って。やってくれ。そっから知らんねん。この間、なんかカラオケ屋で よその部屋から聞こえてきて、うん、この歌誰の何やったっけっていうのでずっと悩んでた。聞いたことあるっていうやつで、うん、で今それ歌おうとしても思い出せない。ワンフレーズも出てこない。聞きましたので、部屋開けて。何歌ですか。確かに聞けそうなのに、さんまさん。おい、それ何歌や。何や。もう聞いたことあってええ歌やで。若い子の歌ですか。いやいや、若い子の歌じゃない。多分ひょっとしたらあれ、運転手さんこのバスに。なんだっけそれ。僕を乗っけてくれないか。青空。そうそうそう。うん、あれ、じゃあもう見つかりました。河本くん。河本くん。30分から今10分の方じゃない。ない方。ない方。30分から今10分です。ええ歌、ええ歌。河本ひろ、ひろと。ブルーハーツ。あ、ブルーハーツ。ブルーハーツ。だから、ああいうヒット曲を持ってるってすごい。そうですね。なあ、カラオケで今でも歌われてるとか、だからサザンとかもやっぱり、なあ、今でもみんな若い子も歌ってるしな。うん、羨ましい、あんな曲があれば。そういう、だから、ミキティなんか曲あるわけやもんな。そうです。まあ、モーニング娘。とかもありますしね。そうか、そうか。はいはい。モーニング娘。いいな。いっぱいありますよ。いっぱいあるな。はい。今でも歌われるような曲は。そう、おいらは、時は日本の未来はウォンウォンウォン、あれやったわ。俺や、よう歌とったの。歌ってくれてた。一緒に歌わされたわ。おー、邪魔臭かった。ほんで、なんか最後のセリフが、杉本社長かなんか、杉本。ああ、ハッピーサマーウェディング。ハッピーサマーウェディング。ああ、それハッピーサマーウェディングが。そこで、杉本さん、セリフまで言いよんねん。ほんで、俺、はいって言わなあかんねん。杉本さん。杉本、はい。違う違う違うって。うん。多分、つんくやから、あれ、杉本さんにしてくれたのは。ああ。うん。ひょっとしたら、俺の本名、恩かも。つんくも、そうですよ、とか。あ、聞いてみたいね。流しながら言うとった。あれ俺やよな。あ、そうですよ、って言っとった。あ、なんか聞いたことあるかも。そうやろ？はい。そういう。そうなんだ。じゃあ本当にはいで合ってるじゃないですか。合ってんねんけど、合ってたらあかんねん。違う違うって言ってたよ。
正解ですって言うのもそれつんくしか分からへんことやから。確かにこちら、さゆみんからいただきました。全力の皆さん、こんばんは。藤本美貴さんの YouTube チャンネル、うん、後藤真希さんと原宿デートする動画が話題になっています。はい、後藤真希ちゃんといえば、同年代の仲良しメンバー、うん、そんな二人が原宿でクレープ食べたり、うん、プリクラ撮ったり、子育ての苦労話を語り合う姿は、うん、ファンにはお宝映像となっております。懐かしさと感動にあふれる動画になってました、うん、今後も中澤姉さんの自宅へ突撃したりする構想もあるようでこれから、新旧ハロプロメンバーとコラボが期待されます、はい、これが現役モーニング娘。などとコラボする企画は期待しておりますということやけど、はい、いろいろとこ行こうかって言ってるの二人で。そうです。ごっちんとコラボで YouTube で、その原宿なんか行ったことなかったので、竹下通りに、メンバーと、うん、売れてる頃。はい。なかったので。行かなかったんだ。なかったです。で、今コロナ禍っていうのもあって、人もちょっと少ないから、うん、今だと思ってごっちんに原宿デートしようって言って、それで行ったんですよ。へ、それで、人が少ないし。そうです、そうです、まあ。YouTube っていうのもあるので、ちょっと行く。それお前のチャンネルで。そうです、そうです。すごい豪華な。メンバーで。ほんで、中田姉さんの家行ったりするの、これから。家というか、中田さんがもう、福岡に住んじゃってて、なかなか会えないから、それは旦那さんと、庄司と、なんかこう、会いたいねって言って、行こうって言って。勝手に会いに行こうって言って。それは普通に会いたいだけど。普通にもう久しく会ってないから、行かないと会えないって言って、行こうって言って。でもイベントやってるもんね、中澤も。そうです。向こうでね、番組もやってたりとかも。そうかそう。そうらしいな。たんまに LINE くれるけども、頑張ってますとか言う。そういうのもやってるのか。はい、大変やな。毎日一応発信してんの？いや、全然私は週1か週2ぐらいですね。いやいや、今その、なんていうの？ライバー？あ、ライバー、うんうん。何やそれ？それはあれですね、配信して、その投げ銭みたいなのができるやつ、ね。あ、それをライバーっていうのか。それをやってる、配信してる人のことですよね。うんうんうん。がライバー。はい、ライバー。それで投げ銭もらって生活して。っていう人もいますよね。そういう人らが六本木界隈、うん、六本木女子っていうの？あ、六本木女子ってなんか私もテレビで見たことあるんです。すごいの飲み歩いてみたいな。今は六本木おじさんっていうのは、東京マガジンがあれしてるみたいやけど。で、その人らがあれやろ？要するにギャラ飲みで、有名やから、高いお金で、1時間何万円。一緒に飲むだけでってことですか？そうそう。はあ、すごい。ナンバーワンの書いてて、もうその子はなんか、ば持ちが良くてどうのこうので、最高金額、ギャラ飲みやで。はい、で、1000万とか言ってる。すごい時代やね。さんまさんなんかそれやったらすごいやろね、大阪。おっさん好きやから。あ、おじさん呼ぶんだ。おっさんその辺、さんちゃんすぐ、その辺ぐらいの人のはずやから、呼ぼうか、言うて。女の子じゃないんだ。女の子じゃない、おっさん。大阪。南おっさん。六本木やねん、ナンバーおっさん。ナンバーおっさん。そうちゃうもん。いや、だから、ほんまや、庄司とかな。ちょっと盛り上げてみたいな。そうですよ。場を。だから、そういう庄司、お仕事もあんねん。へえって登録したらええの吉本なんやとか言われんのもええやねん、どうやってくれとか言ってたらダーンって何やねんお前それも覚悟や、それも覚悟でお金儲けのために。でもギャラ飲みでこの間1000万いったすごいですね。月1000万儲かるんや。頑張ればね。だから昼間も行ってると思うね。だからよほど綺麗な場持ちのええ子やと思うねんけども、昼のランチ付き合ったりとか、すごいなあと思ってやな。すごい、いろんな職業が。そうそう。職業だから女の子同士でバブロあらおろちょろしてるの、あらあの子ギャラ飲みの子かなっていつもそうして見てる。確かに女の子多いですよね。だから多いどっかの固まって店でな、待機してる。ああいうなんか何居酒屋さんで行ってタダで飲ませてもらったりとか、そんなのありましたもんね。相席堂の方の。今もうあんまりやってないか。あるはあると思う。あるある。相席屋みたいなのありますよね。そうそうそう。昔一時期流行った。女子は無料みたいな。そうそうそう。ありますよね。合コンの場みたいなことなんですか。勝手にね。待っといたら、その順番で、女の子とご飯食べれるとか、そういうの。面白い。面白いというか、時代もそりゃ変わってきた。おしまい。はい。
ス褒めてませんりゅう褒め短歌のコーナー。このコーナーはリスナーの皆さんに川柳短歌に思いを込めてもらい、私たちヤンムスを目いっぱい褒めていただこうというコーナーです。雑談は大丈夫ですか？大丈夫です。はい、なんかいろいろあるからな。落ち着きを、ね、取り戻しました、ね。はい、じゃあまず私からいきますね。どうぞ。東京都の田中田尾さんからです。森林に心も体も癒される。あのこの間茨城県にある鹿島神宮に出たったよな。何がインスタに、インスタ庄司さんの、いいとこ行ってるなと思ってフォローしているんですね。いやほんまいいとこ行ってるのよ。行くのあのちゃんと行くのもインスタで、はい、仕事として行ってんのか。あ、いやいやいや、遊びで、遊びでプライベートで行ったのをインスタに上げてる。やべえね、先に仕事やねん。ああいうのってお金でも出ないもんな。インスタ仕事じゃないですよ。自然と行ったんですって。いやいや仕事じゃないです。まあそれで行ってどうなったんや、はい、癒されました。自然に癒されるってこれは素晴らしいことやね。湧き水と人に癒されるってとか動物とかあるけど、自然はまあないからね。かっこいいな。なんかちょっと雨も降ってたから、その独特な土の匂いとかもあって、ね、すごい、それも良かったですね。何言われるの、どこの本だよね。俺もこの間那智のね滝、癒されに流された、流された、落下のすごいとこ行きませんって。那智クーロー食べた、那智クーロー食べてる、那智クーロまあまあな、その自然のパワーをいただいたということなのか。はい、そうです。休みの日とか結構自然、休みの日は自然を見に行っちゃいますね。あ、今行くもそうなってんの、昔からそうです。はい、行ったりとか。疲れたりするとそういうとこ行くの。お前疲れてなくても好きだから行きます。どういうことそれ。本当に理解できない顔してる。疲れてるぐらい、疲れたこと分かれへんから。そうか、疲れてんの分かれへんから。そうですよね、自然が好きだから言ってるんですけど。そうそう、癒されよう思ったらそうやって、まあ、そのなんかテーブルとかソファー拭いたりとか、 そうですよね、それが癒される。いや分かるよ、四万十川のあゆ釣りとかやったら、ああ行きたいなと思うで俺も。いや明治もね、四万十川に上流でね、四万十川の大体網持って追いかけるタイプやから。すごいのよ、かけて大体みんな釣りに行ってんのに、水中メガネかけてあの網持って追いかけとったから、びっくりした俺。万博この人追い込み業やってんのよ。待てなさそうだもん、釣りに来たのに追い込み業やってる。一人か川に入ったら魚逃げとかって上がれ上がれ言われながらも、いやこいつ捕まえられんねん言うてやな。なんで釣るか捕まえるかやな。あ、今まで行ってどこが一番良かった、その今のところ、うんうん、ここがおすすめですよっていうところ。私高尾山やっぱり好きなので。あ、そう、地元だもんね。はい、地元だし毎年登ってるから、高尾山はもう本当一番におすすめしたいですね。一時期すっごいやったもんな、うんうんうん、山ガールやったっけ。あ、山ガール、そうですね、言葉が流行語だったぐらいやったもんな。そうですね、5年ぐらい前に。その頃俺も番組で高尾山に行きました。うん、であの沢口先生というのが行方不明になって。あ、そっかそっか、ほんなら山ゴキブリを探してはったんです。いや番組で行ってるっちゅうてんのに、もう訳分かれへん。捕まえましたとか言っとった。少年心が、少年心とかあったのおかしい。番組中にお前いろいろレポートせなあかんのに、途中で消えてスタッフが大慌てしてやな、いませんいません、ここにもいませんって言ってやな。すごいな。なんか、まあ、であれでトランシーバーで、ここにもいませんって言って山から降りてきよって、いましたってこれが山ゴキブリですって、いくら気持ち悪いとか言ってさあ続いて、はい、東京都のミヤレイさんからです。喫茶店の雰囲気がとても大好きです。おばあちゃんみたいな。何があったんやお前。いや私にとってのすごい贅沢なんですよ。小説持って喫茶店行って。何してんの最近。コーヒー飲みながら、だから稽古が終わった後に、なんか一回家に帰る前に喫茶店挟みたいんですよ。挟みたいのか。で大体いやいや分からんではないけどね、それは、うん、だからミキティなんかそうしたくても、もう子供がいるから、そうそう、もう早く帰りたい。もう早く帰る、帰らなあかんね。帰らないとやることがいっぱいある、うん、だからミキティなんかはその気持ち分からへんけども、うん、あれはすぐ帰りたくない人っているらしいな。はい、一回挟みたいし、どっかに寄ってから。なんで不思議なあ、うん、それはいるわ。で喫茶店って今の
流行りのもんじゃなくて、古い店とかじゃなくて、ご夫婦がやってるような喫茶店とかに、京都とか大阪でもあったけど今少なくなりましたもんね。ああ、おいらもうそこばっかり行ってなくなったら金ないし、ちょっと雰囲気のある英国屋とかね、さんまさんに連れてもらったり、ああそこで歌喋ってるのは、はい、楽しかった。おいらはもう喫茶店が青春やからな。それはブラックコーヒー飲んでたけど大人になったと思い込める、はい、そういう時代で、うん、あとは他にお客さん来てる若い女性綺麗な人とかを見るだけの、はい、で窓からね歩いてる綺麗な女性を見るだけので楽しみ、うんうん、綺麗な人がね振り向いてくれても俺らデートするお金ないから、そっか、その頃はね、うん、だから誘いもできない、眺めるだけっていう、ね、青春でしたね、あれが、あ、そうなんだ、はい、何の本を持っていくの、大体大体岸優介先生の小説がすごい好きで、あの岸さん悪の経典とか書いてるんですけど、はい、ああいう系統が好きなのか、はい、青の炎とか、あのクリムゾンの迷宮とかいろいろあるんですけど、あ、黒い家、え、大竹さんも出演されてた黒い家も岸優介先生、ね、そうですよね、恐怖映画ね、そうですそうです、どん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 人を殺していくっていう、女性の黒い家って、うんうんうん、さんまさんも本よく読んでますけど、さんまさんいつ本読んでるあれ、移動、ね、確かに新幹線とかある時ですか、移動と、まあ、言うのは言うのです、あの、そ、掃除とかなんか服もがなくなった時やることなくなるとよかったね、狭い部屋じゃなかった、何を広い部屋でよかったやん、ずっと本読まなあかんのもうあってよかった、ああいう時に本読んでるんですか、そやな、まあ新幹線が多いかな、うん、カバンの中に本入ってるから、うん、僕もだからさんまさんが本読んでるから、あ、やっぱり本ってちょっと読んだ方がいいな思って、うん、僕今ハマってるのがあの佐藤愛子さんいて、はいはい、98歳の、はいはいはい、90歳何がめでたいとか、その時の本、うん、めっちゃ面白いんですよ、それトイレとか風呂場で読むのが、ちょうどまだお前中風呂続けてんの一応、はい、ずっとあの風呂場で本読んだり、半身浴やつ、はい、半身浴で、まあ皮膚にはあんまりええことないとは言うてあったけどな、足伸ばして読みたいんですよね、あの四角形の風呂やから、四角形の風呂、足伸ばせないんですよ看護系座感みたいな風呂やから四角形なの、はい、四角形なんて長方形じゃないんですちょっと古いんで足伸ばしたら気持ちいいんやろなぁ思って俺だったらままいつも呼んでますんでねそっかあ、はい、そういうのが好きな、その黒い家、あの映画見た時、俺はここに住んどったんや思ったから確かにあれも森田芳光監督なんでね、うん、でそれ俺があの空騒ぎで黒い家、森田芳光監督恐怖映画、うん、大竹忍 主演黒い家、あそこに僕住んでたんですっていうのをテレビで見て、うわさんまさんありがたいすごいって言って、連絡いただいて一度一緒に食事させていただいて、ご夫婦でプロデューサーが奥さんだったんですね、それで今度映画やりましょうって言って、そっから亡くなられたんです、森田さん、映画の話ふっとく振るだけ絶対さんまさんでやりたいって言って、全然もういいや、そのつもりしたんですけどね、残念ですよ、さあ続いて、はい、大阪府のタフィーロールさんからです。引っ越しを手伝ってくれた女子2人、アリボボちゃんとデカミちゃんさん、何それ、去年私がおデカミちゃんってパイパイデカミさんが改名してデカミちゃんになったんですけど、出てくれたな、あ、そうですね、あ、そっかそっか、あの子か、はい、があの去年引っ越しを手伝ってくれて、私はアリババちゃんともともと仲が良くって、アリババちゃんって誰やってるの、あのヤバい T シャツ屋さんの道木さんの T シャツを着てる、あ、そうか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 、が、あのなんか友達呼んでいいって言ってやってきたのがデカミちゃんさんだったんですよ、うんうんうん、で私はそこが初めましてで、初めましてなのに引っ越しのお手伝いをしてもらって何ちゅうお前ことしてんだお前家のものいろいろ断捨離してくれて助かりました、そうそう、断捨離の機会になるからな、それはわかる、もう溜まって捨てるのもったいないとか、うん、ほんまに我々昭和の人間はもう捨てるのがもったいない、まだ使える、確かにな、あ、はい、これはあるからどんどん荷物増えるもんな、増えますね、お前とこ増えんやね、旦那パンツ一丁で、お前増えるんですよ、タンクトップがパンツ一丁でずっとおい
庄司の洋服なんてどんな入ってんの。いやタンク、いやでも着ますよちゃんと服は。タンクトップが強い割合を占めてますけ ど, けども、はい、ちゃんと着ます服は。だ服って捨て難しいやろ。難しいです。今しかも安い服でもすごいよくできてるから全然ダメにならないんですよ。そう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 、分かる分かる。だから本当にタイミングが分かんないです。なあ、まだ着れるやからな、残してまうんでな。だから誰かにあげるとかしてかないと。ほんまにほんまに、そうそうそう、そうですね。断捨離難しい。はい、さあ、はい、愛知県の秋葉原の DK さんからです。よー、直球で店員さんにも言っちゃいます。だよな、お前はな。言っちゃいます。スタッフにもメンバーにも直球で言ってしまうからな。何を言うの、店員さんに。これ、それいけないんじゃないのとか、こいつほんまに。そうです。なんかいいよね。おいら、あの店員こうやなとか、心で思ってることを口に出しよう。そうなんです。例えばどんなこと？すごい機嫌悪かったら機嫌悪いんですかって聞いて。ほっとけ。そいつもいろんなことあるやろ。いや、なんかお水ゴーンとか置かれたりとかしたら機嫌悪いんですかって。あ、そういうことか。聞きます。でもそこはちょっと大人になって、あのドーンと置くやつおるやんか。はい、中にどうしたらいいですか。アルバイ、自分でジャンプしたらいい。ジャンプするね、椅子で。ああ、ドンポンって頑張ってくれる。ダチョウクラブみたいな。ちょっと試みます私も。注文してないもんでもいっぱい持ってきてくれるわ。まずやってくれるわ。サービスしてるか、ちょっと使ってみます私も。あ、それを言えんのすごい。でも偉いね。タクシーの運転さんとかもちょっとなんか雑な運転とか愛想の悪いやつやったらちょっと言います言います。どう、あのもう返事してくれない、あの、ああ言ってるんですけど聞こえてますか、返事してないですけどって言います。聞こえてますかって。聞こえてますかですよ。おーいですよ。はいって言われた。あ、はいって言われた。あ、聞こえてるんですね。よかったですって言って。たどり着けないかと思ってって。いや、でも変な運転手おったら、ねえ、変な運転手おったら、なんか大阪の方にもそんなのいてるけど。あ、いてるけど、いやいや、藤本は偉いね。いや、 やっぱりなんか仕事じゃないですか。そうそうそう、一応その人もそれでお仕事もらってと思ったら、その最低限のことはやってほしいなって、まあ、ちょっとあんまり遠くない距離すいませんとか言うてんのに、はいはい、ですね、はい、タクシー乗らないのは、極力乗らないにしてんのはそこやね、うん、ちょっとイラッとね。そうや、お酒飲む、みんなで飲まなあかん時でも車で行ってしもて、はいはい、俺自分だけ飲まんと車で帰りたい、うん、そのおっさんと会うと一日気分悪いから、かあの愛想の悪いな、ね、酒飲んだらね、はしゃいでんの。えそういうことだ。ちょっと待ってください、そのはしゃいでる時は飲んでますよね。飲んでない。え、いつもシラフですね、そういえば。嘘だ、怖い、そうだ。怖い。え本当だ、私すごい酔っ払ってないだと思って、ずっとこのもう、だから、あれやね、タクシーとか、はい、運転が、とっさんとかやったら、飲むよ。はいはい、飲む時もあるんです、ね、当たり前やん、ね。ああ、よかった。飲む時の方が多いわ。そう、飲まん時はもう、現場に着くぐらいにテンション上げていくんですから。よっしゃ、と決めて、行くぞ、上げていかないと。ペース合わないですもんね、飲む人。入ったドア開けた時もマッスルで。マックスやな。マッスル。もう藤本見てマッスルで言うてる。あ、さあ続いて。はい、大阪府のまーちゃんのヒットチャートなおさんからです。自己評価で自分の容姿上の中。あ、自分で藤本はそう思ってんのか。そうですそうです。お前は上の中。はい、はい。いい雲は、え、いや自分でだから、自分でですから。自分の評価。そうですよ。だから結構みんな下目に言うんですけど、なんかそれってどうなのって思いません？だって、いや、まあまあな、はい、じゃあ上の中はもうそれはまあお前も、アイドルやったしやな。そうですよ、もう控えめに言って上の中です。やることやってるしな、まあ、家のことも子供のこともやってるから。本当にだから自分評価ではやだな、いくも上の中、ほら、え、上の中、いやいや、ジョーのゲイやと思う。ひどい。自分ではいいけど人からは嫌です。お前ら自分でって言うてんのにな。なあ。自分でって言うとってから、それ他人に言われるのちょっとちゃうよな。嫌ですよね。俺はもうゲのゲやな、ほんまに。いや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 。いやいや、まだまだ男としては実力不足やわ。ちゃんと、男として、うん、ね、人間として、はい、ヒューマン
の中のヒューマンやからね、俺言うてるけど、うん、目指すところはね、難しい、男の中の男を超えたヒューマンの中のヒューマンや。あ、もう男とか女とかじゃないってことですね。そう、俺もヒューマンや。じゃあ俺もヒューマンやで、ね、言うてる場合ちゃう。ずっとうつつを、女にうつつを抜かしてる俺が情けなくなって、この間ちょっと情けなくなった。反省したんです。もっと反省することがあってな。あ、そうなんだ。最近ですか。いつまでうつつを抜かしてるの。いや、もうでも一生もうずっと抜かしててほしい。いや、誰か LINE 来たのよ、あの、はい、ある人物から。ほ、うん、で今度ご飯食べに行きたいって言って、はい、うん、ほんならその時にもう、うわーと思ってちょっと浮かれたのよ、うん、それが情けなくなって夜中の2時やってんけど、なんかいつまで俺こうしてうつつ抜かしてんのよ。ほんまにいいじゃないですか。いいですか。いいです。あなたがいいと言うなら、いいです、このまま続けますよ。お願いします。おっしゃった。一生うつつを抜かしてやる。さあどうぞ。はい、東京都の三鷹高光さんからです。イマルちゃん、一緒にドライブ行ったらね、モームス時代の恋愛聞かれた。あ、どう答えたの。いや、で私番組で、それは番組でフワちゃんとか4人ぐらいで、グーちゃみとか、はい、一緒になんかオープンカーに乗って、その時代の音楽を聴きながらみたいなやつに行って、そうだから、モーニング娘。どうでしたっていう、じゃ恋愛とか全然できなかったけど、した時にバレたっていう。お前ええの持ってるなと。いやいやいや、ほんま岩盤浴ええの持ってるな。岩盤浴落ち。そうですね。で逆にだから今るちゃんとかも、紹介したとかあるじゃないですか、合わせたことあるとか、もう緊張しないのみたいな、どうなのみたいな、いや全然みたいな。ああ、で今のモーニング娘。受けたって、そうそう言ってました。あ、言ってた本人が。でそれも、止めなかったの、お父さんもお母さんもって聞いたら、全然笑って止めなかったって言ってましたよ。そうそうそう。で年齢も、その募集の年齢もハマってなかったんですよね。ちょっと下だったのかな、今あるちゃんが。そうそう、あの、はい、年齢でもうあかんかってんけど、はい、あのうっと竹さんが忘れもせえへんねんけど、あの、イマルちゃんモームス申し込んだのオーディションとか、ね、どうしようとか、残らへんやろ。いやでもさ、なんか、会長さんとか知り合いでしょ、はいはい、気を使って残したらどうしようって。いやさ、気を使って残すことないし、はい、そうなった場合、うん、俺が山崎さんに落としてくれって頼みに行くから大丈夫って。確かに連絡したら覚えてる。合ってますかって電話来ますよね。逆に今井ちゃんが受けてますけどって。そうそう、あの、それ大竹さんとこ行ったみたい。あ、来たんだ。これ大竹今井って、あの、大竹さんのお子さんですよね。で、イマルっていう名前も珍しいから、そうそうそう、間違いもしないですもんね。何申し込んで、もう大騒動になったんですよ、我が家も。多分アップルンドも、いろいろ気を使っていただいたと思いますけども。言ってました。そうそう。全然止められなくてって言ってました。嘘でしょって言って。でも裏で慌ててたんですね。そんな。じゃあ、あの、そらせや、まあ、自分でやりたいことだったら、俺ら二人って、もう芸能が入ってきてるやんか、はいはい、それを自分らの力で一応やってきたから、うん、今のに注意できないね、うん、でもうやりたいことやってっていう、うん、あの方針なんで、はい、もう裏ではちょっと心配してたけど、そっか、おー、もうしゃあないかーって、うん、だからもうちょっとで、あの、藤本にいびられてるとこやったんですよ。見んないです。危ないかったわ。危ない。今さ、平気になんなよとか言う。言わない。機嫌悪いの今日とか。それは言うかもしれない。最後の人にあげましょうか。はい、三鷹高光さん。はい、メンバーのサイン入り色紙を差し上げます。ここで一曲聴いてください。藤本さん、曲紹介お願いします。はい、私の20年前の曲です。この曲で、私紅白出てますから。あ、嘘。はい。すごい。聴いてください。ロマンティック浮かれも。旅行のニッポちゃんマック到達。あなたの心のポイント採点。あなたの最近の何気ない行動を、心だけは会社の重役クラスのさんまさんが。何慌ててんの今、結婚の話になったらまた慌ててる。お前結婚考えてるんじゃないの。考えてない。私は全然考えてないです。ああそう、はい、遠回しに日が振られてんのこれ。かわいそう。うん、そうなんですね。そうそう、安子がおるから。安子進めんのやめんってやる。はい、 うちの、嫁に来てくれたん。はい、かわいい。
可愛い。この頃なやつ子キャラクター変えて、はい、この間工場委員会まだオンエアしてないんだけど、はい、毒ですんの鬼で、フジモンのあれ引き継いできたんですか。そうそう、笑う、みんな面白かったんけど、みんなびっくりする。お前ちょっと合わへん間にキャラ変わってるやん。お前想像できない。すごい想像できないけど、新一を徹底して、見送り芸人新一を徹底してけなすっていうポジションに回っとった。言って面白い、ちょっと楽しみ。ちょっと合わない間に人って変わるもんやな言って。さあ行きましょうか。はい、大阪府のおてもやんさんからです。24時間テレビでイグジットの兼近さんが100キロマラソンを完走されました、はいはい、ゴールまで笑顔を崩さないを目標にして見事に目標を達成されました、はい、芸人はテレビで涙を見せてはいけないを心がけているさんまさんの影響でしょうね。あ、その影響はないと思う。なんかあいつなんか、笑顔で走るっていうのがなんか目標でなんか違うことを言ってたね、うん、何かあったみたいな。最後は泣きよってやろ、うん、あ、そうなの。最後涙流したっていうので感動、見てる人が感動したとかいう話やけども、うんうん、でこの間それ終わって次の日に高橋俊っていうのはあの行列のプロデューサーとか、うん、あの辺と、まだ残ってますね、あのさまさん、走りながら司会するっていう。うわーすごい。やりそうでも参加型 MC そこも参加する。 あれは残ってますから、我々あれは夢ですから言ってくれてた。だいぶ前に来たの、はい、あのオファーが、はい、あれ走りながら MC っていう、いやもう大変しんどいな。信じられない。もうそれしか残ってないやんか、もう100キロ走る人もずっとな、ね、もう普通になってしもてるしな最初の頃は、はいはい、まあ、あれは狭間寛平さんから始まったことですから、寛平さん200キロ走ってんからね。あ、そうだ。そうそうそう、全部で700なんぼはね。で、あの阪神大震災の時は大阪からあれやから東京やからね、560キロを走ってる。そうですよね、うん、その時に俺たち庄司とチアガールで、出てピーチーズでどえらい恥かいたいやつ。うん、俺らがってあのビーバー言ってる時に急にスマップの歌が始まってしまうんで、俺らちっちゃいちっちゃいとこでビーバー声も出てないスマップの歌が流れて、どういう段取りまでディレクターか間違ったか知らんけど、おいらがビーバーって言ったら、ね、サムさんとか呼びかけるはずが、ね、それではスマップに歌っていただきましょうって言って、スマップが歌い出して、ほんなね、俺の画面と小さいワイプになって、ワイプになってそこで声もないままビーバー言ってた。ものすごい恥ずかしかった。どういう感じで帰ってくるんですか、そういう時。いや、もう肩落としてたよ。もう一回チャンスありますから言うて。何のチャンスやねんそれ。僕で芸能界的にはポジション俺上やんか。だから俺たちがアップでスマップが小さく歌ってくれたら、それはあの時デビュー当時やかったからな、スマップ。おお。なのに負けてしまって、デビュー当時のスマップ。ピーチーズは。ピーチーズが。明石家さんまならなんとか勝負できたと思うんだけど、こいつらが入ることによって小さくなっちまう。あれ、そういうことだったのかな。多分そういうことです。それこの間冗談半分でまた言ってましたけどね、まあまあ、これは50点ですからね。はい、続いて愛知県のさんまさんに会うのが夢さんからです、はいはい、先週のさんまさんのお話でミキお兄ちゃんの奥様お手製の iPhone8 ケースをお祝い返しにいただいたとおっしゃっていた件で、はいはい、うん、ちょっと待って、私の夫は未だに iPhone7 を使っているではないか。嘘、うん、そして何年も前に100均で買ったケースがボロボロになっています。大変おこがましいのですが、もしもさんまさんがよろしければケースを夫に譲っていただけないでしょうか。今私たち家族はちょうどアメリカのシアトルから日本へ一時帰国中で、夫はコロナ禍で日本に来られていなかったので今回の滞在をとても楽しみにしていました、うん、ちなみに iPhone7 と iPhone8 は微妙に大きさが違うと書いてありましたが、ケースは使えるそうです。あ、使える、うん、いや俺もね、あれもカバー派手な、携帯カバー使ってるけど、うん、あれ下のあれ合わないから破って、うん、あれ両面テープなんですよ、ずっと。あ、そうなんですか。両面テープ何年も持つ。へえ。携帯かわいそうな。何がかわいそうなの。両面テープで携帯くっつけるんですか。ビリって破られて。なんで。
なんでって合わないから。撮ったら合うねん、あれ合うやつ。なんかお前あ後で見せたるけどやな、あ後で見せられへんが、あの背中の丸を俺開けてんねん。え、あのカメラの位置が、はい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 、変わりますよね。変わるから、うちの裏のど真ん中にカメラがあるから、うん、押すとこもそこあのか作ったばっかりの携帯ケースで穴開けんねんね。しかも皮の硬いやつですよね、さんまさんのって。その通り。その通りじゃないですよ。それを綺麗に穴開けられて。ほいでほいで今普通破れたりしてきてるんで、うん、新しいのを発注したんですけど、うん、そこで助かったのはモズミが昔ドライバー作ってくれて皮をくれたんですよ、うん、それ作らずに終わってるんですけど、その皮を貼ってるんですよ、うん、そっちに使わせていただいてます。すごいな。あれ薄くてええわ、あの皮表面テープで。そうそう、あもしあの後世が、はい、もういや絶対人にあげといてくださいねとか 言うとったから、確かにね、ほら一生嫁が一生懸命書いたんですって言って、合わへんやないかお前って言って、分かったよえいと顔はボケ言ってたけど、うん、絶対人にあげてくださいねとか言ってたわ、ね、確かに。これはもう32点ぐらいですね、はい、さあ続いて、続いて大阪市のずっと専業主婦さんからです、うん、MBS の深夜番組通貨や明石家テレビとゴブゴブが10月から土曜のお昼に引っ越しすることになりました、はいはい、さんまさんは深夜での放送長い間ありがとうございました、うん、土曜のお昼に変わってもよろしくお願いします、我々笑い変えられませんので器用じゃないのでと感謝を交えたコメントを寄せられていました、うん、関東ではさんまマツコも昼に放送されているそうで、うん、深夜のさんまさんもまた見たいです。あそうかそうか、もう、まあ、時代もちょっと変わってきているんで、うん、深夜枠なんてあんまり制作費もないんでね、うん、昔みたいに遊んで番組できるっていうのが、うん、このご時世なかなかできない、うんうんうん、遊びの深夜枠が楽しかったんですけどね、だから昔一番すごいと思ったのが秋の大感謝祭とかあるでしょ、うんうん、はいはい、あのゴールデンタイムで、はい、で俺の司会で夜の大感謝祭ってやってたんですから、そのまま深夜番組の番組祭り、あすごい見たことあるかも、あれやってた、あれはもうそう、あの自分らでなんか深夜しかできない、ね、こっちはゴールデンの、はいはい、売れてる番組人 た,、はいはい、人たちが集まった祭り、はい、こっちは深夜の、要するに番組祭りをパロディでずっと、なるほどザワールドのパロディでやってましたけどもね、で敗者復活っていう、途中でね、はいはい、あってほんま の, あの敗者さん呼んで、一度店は潰れたんですけど病院はまた復活しました、よかった、はい、敗者復活でしたっていう、誰でも笑わなかったちゃんと復活してる話だったほんまの敗者復活やってる、本当かわいそうやと、その人ほんまに敗者なんですよ、受けなかったからかわいそうで、かわいそう初めて素人がごめんねって謝ったそんなこともやってましたね、懐かしい、これは61点ぐらいですね、うん、はい、続いて神奈川県のはじめの一歩さんからです。9月に入って物価の高騰が止まりません、うん、私が置かれている今の状況はお給料が上がらず、それどころかもう会社のお荷物、窓際族になって早1年半が過ぎようとしています。毎日の食生活も本当に大変です、うん、そこでさんまさんお願いがあります。ノーベル平和賞を受賞できると言われている夫婦喧嘩を完璧になくす本の出版よりも先に、さんまさんの日々の貧しい食生活を描いた絵日記を世に出していただけないでしょうか、うん、それを参考にして食の節約生活をしたいと思っています。誰が貧しい生活やな、一刻を争う事態なのでよろしくお願いします。そうですよ、きなこれは売れるよね、売れそう、はい、何が貧しい生活や、お前らがそういう風に言うかね、だって何なんかすっごいいいの食べてるの見たことない、なんか楽屋でうなぎかなんか食べてる時はやっとうなぎ食べてるところを見れたって思ったぐらいですよ、3年に1回ぐらいですよね、そうだよね、それまではお前らどすくさ本当カレーと牛丼しか見たことないぐらい、おとといお前フレンチやフレンチやフレンチや、そのカトバンナとナエナミだといつも集まる、はい、会合があんねん、そうフレンチや、代官山のおしゃれボギューズいうボギューギューボギューとフレンチこれ塚式で、うわーすごい、最後肉の塊出てきて
食べれました。え、食べれました。震えて食べへんかった。薄く切ってくれへん。ほら、そうそうそう、普段あんまり具が入ってないようなカレーしか食べてない。トリュフこんな分厚いんだよ。お前らトリュフ、トリュフ顔ぶつけたのか。これバカにしすぎて、こんなもん21点やん。何が貧しい食生活やねん。続いて福岡県の両政さんからです。先週初出演の伊勢レイラちゃんの日本舞踊をやったことはあるけど1回か2回くらいですの発言に対し、さんまさんがなんやそんなんやったうちに入らへんとちょっと厳しい返しをされていましたが、レイラちゃんは笑顔で冷静に対応していました。その昔ヤンタンにクラリオンガールの新人の女の子がゲストに来た時に、さんまさんがプロフィールを見ながら感動屋さんって自分で書いてるけどそんなん他人が決めることやと言い、本名は忍かどついたろかなどの発言にとうとうその子が泣いてしまい、最後はさんまさんと目も合わさずに帰ってしまったことと比べると、俺を断片的に語るな言ってるやろ。流れがあんねん、みんなほんま断片で。俺聞いてもひどいやつやないかお前。どうにね、プロフィール感動屋さんって、お前感動屋さんって自分で決めるもんちゃうねん言うたん。そうそうみたいです。感動屋さんも面白い。どういうことっていう。なぜやろ。東堂夏さん、東堂夏さんが。まあミキティは俺の賛同してくれたけど、世間はそんなな、別に感動屋さん書くなおとか、それひどいやん。感動屋さんってか、これ人決めることなんですよねって言うたらええのか。感動屋さん、あなた感動屋さんなんだって言えばよかったな。そうかも、優しかったな。ドアホー言ってきた。ドアホー。人が決めることや。俺をね、その食事のことに関しても断片的に語る通りひどいやつや、ね。分かったな、これあかんわ、これもう11点や。おかしい。さあ続いて神奈川県の川崎の村上ドゥーン庄司さんからです。村上庄司独演会第160章を見に行きました。はいはい。キレのある師匠のボケに私は久しぶりに大爆笑しました、会場全体もドッカンドッカン受けている感じでした、ゲストだった椿ファクトリーの岸本夢乃さんは、同じくゲストだったプラスマイナスに負けない勢いで歌ギャグやモノボケを披露し、要所要所では光る部分があったのではないかと思います。頑張ったんだ。自分はもともと地方出身でめったに芸能人に会う機会がなかったので、庄司師匠は小田和正さん以来2人目に見た芸能人となりました。初めて生で見た師匠に対して、終わっちゃったよ。初めて生で見た師匠に対して村上さんオーラあるわと思いました。4点。わし何した。上位5名はおてもやんさん、さんまさんに会うのが夢さん、ずっと専業主婦さん、はじめの一歩さん、レオマサさん、以上5名の方に、新しいマスク、あ、まだ漁港のニッコちゃんですね、漁港のニッコちゃん特製マスクが当たりました。おめでとうございます。ヤンマスは癒せませんのコーナー。イエーじゃないねん。何やお前は、お前が言えって言える立場やねん。今日もう捨てゲームやからね。捨てゲームじゃないですよ。もう日ハム気分や、今もう。ひどい。日ハム気分や、ほんとに。そんなことないです。だから、じゃあそんなことないです、ないですって言って、いつもあかんやん、お前。何年やってる。なんか、およそ20年ぐらい、ここへ来て、なあ。はい。あの一本上司なん一本上司まだ泣くから泣かへん、あのミキティは泣かへん、ミキティはど何があったって笑って返してくれんねん、あとは今日はいけますよ、いける、はい、俺はさあ行かない、行けないけども、だからいい雲お前頑張れよ、お前がちょっとはい、力入れて力入れて2発ぐらい生かすわ、パターン変えて、はい、うん、愛知県の4番エースさんからです。声抑えられない、どうです、いやいやあかんあかんわ、何がや、めちゃめちゃこれどこへどうですっていう、どうっていう感じや、何笑っとんねん、お前や次やんの、笑っとんねん、そっちはどすくだ、はよ
声抑えられない。おいいよ今の感じは。よしよしよし、まあこれも好みやからな、あ男性のね。そうですよね、そうそう、今のは頑張った頑張った、はい、よしよし、さあさあ行くよ、ステゲーム行くよ、はい、東京都のミヤレイさんからです。やだこんなとこでするの。頑張ったんちゃう。頑張りましたよね。ちょっといい久保ちゃんのをもらって、もうもらってじゃないね、お前もうちょっと音楽聴いて食べてからや。お前タンタンヤブーとか言ってるからやな。じゃあほんまにちゃんと貯めて。わかりました。やだこんなとこでするの。お前藤本にしてはよかったですか。今までで一番いいんちゃうか。すごい。おう、今お前でやで、お前の中でやで。もう底辺にいてんねんからな、このコーナーに関しては。おにしては、今日頑張った頑張った。あ嬉しい。おあともうちょっと色気さえ出れば、はい、そとほんまのその、豊かな夜迎えたの違うやろお前。どうなんですかね。庄司冷めるやろそんな。あんって言ってたら3人も子供作らへんはずやねんけどお前。もうさあ、お願いします先生。頼むで、ね。東京都の宮礼さんからです。こんなことさせるの。ちょっと難しいな、こんなことさせるの。だからそこはこんなことさせるのじゃん。こんなことさせるのっていうちょっと、何笑ってんねんって。耐えてたんですよ。私だって耐えてたんですよ。すよ顔見て。お仕事だよ。お仕事で真剣にリスナーのためにやってんねん。趣味じゃないから。趣味じゃないから。趣味だと思ってた。ああいいこと頼むわ。こんなことさせるの。じゃあクッてってさ、ま、お前は自分でええと思ってるやん、最初のクッてさせるのがそこじゃ、こんなっていう、こんなはずっと入らなあかんねん。何笑ってんだよ。こんなことさせるの。先生あいつつまみ出しましょうか。先生やりにくいでしょ。何泣いてんだよお前は。先生もうやりにくいでしょ。いや頑張るけど今本番だから。あいつあんまずっとは涙流しながら笑ったんだよ。さあもう時間もないからバシッと決めろお前。愛知県の4番 S さんです。星が癒やさんね。じゃあもうちゃんとせえ言ってるやろアホ。OK や。星狩り屋さんね。もうこの子は舐めてるやろ。おしまい。MBS ヤングタウン土曜日、すべてのコーナーの宛先は、yando@mbs1179.com、yando@mbs1179.com です。皆さんお待ちしてます。来週も横山玲奈ちゃんはお休みです。ゲストはジュースジュースの工藤ゆめちゃんです。ヤンタン初登場のゆめちゃんです。お楽しみに。